女優の沢尻エリカ37が2005年に主演したフジテレビのドラマ「1リットルの涙」がティーバー配信され沢尻が4年ぶりに舞台で女優復帰したタイミングと合わせて話題となっている写真19年前の沢尻が美少女すぎるなんとも可憐な19歳10代当時の沢尻が演じた15歳少女池内綾が名門校に進学し幸せの絶頂の中発病 ひたむきに生きようとする。ネット上でも当時の沢尻の可憐さや、演技、ドラマへの思い出に関して投稿が相次いでいる。沢尻エリカの可愛すぎるの、役どころは辛いけど、こんな美少女がいるのか、と思ってた、異次元の美少女。沢尻エリカの代表作だな、また号泣する、沢天使のように可愛かったよね。1リットルの涙の時の沢尻エリカ異常に可愛かった。 ほんま演技うまいな、激熱すぎます。女優としての魅力も感じられる涙なしでは見られない不朽の名作。最強、くっそ可愛い前世紀、バチクソかわいい、との反応が投稿されている。